1,2 年生21人が所属する大分高校男子ハンドボール部。創部11年目ながら選抜大会とインターハイで準優勝するなど全国で実績を残す強豪校です。3年生が抜けて新チームで挑んだ今月の県新人大会でも頂点に立ちました。試合出てないメンバーが、特に盛り上げてくれて、練習中の雰囲気もとても良くて、チームというか、個人で悪いところがあったらその言い合えるようないい雰囲気です。チームのスタイルは固いディフェンスと素早い攻撃の堅守速攻。中心となるのは去年全国大会を経験している3人の2年生です。センターポジションの阿南仁選手、司令塔として広い視野を持ち、瞬発力のある動きで攻守の要となります。周りを生かしたプレーで得点を取ってチームに貢献していきます。右45度ライトポジションの黒川コア選手、180センチの身長と相手を置き去りにするスピードで得点を重ねます。スピードに乗った勢いで、点を取り、チームを波に乗らせるようなそういう役割を果たしていきたいと思います。左45度レフトポジションの坂東雄生キャプテン、テクニックとシュート力に優れたエースです。キャプテンなんで、周りを励ましながら試合にいい状態で持っていけるように、調整しながら勝ちを目指して頑張っていきます。チームを率いるのは指導歴45年、前任の大分国際情報高校で全国制覇も成し遂げている富松明美監督です。選手は個人個人やっぱり持ってる特徴もありますので、長所を生かして、去年選抜大会で3回戦で負けたんですが、それ以上いけるようなチームに育てていきたいと思ってます。チームのモットーは当たって砕けろ。失敗を恐れず常にチャレンジする精神で県、そして九州大会を勝ち抜き、来年春に行われる全国選抜大会の頂点に挑みます。全国選抜大会優勝を目指して頑張るぞ。 Oh!